やりますなマリナさんたちに聞いても教えてくれなかったのに。これで残り一つだね。アリサちゃんたちに連絡しておいたよ。ありがとう。それにしても御嶽さんがこういうの参加するのってちょっと意外かも。自分からはやらないと思うけど、でも嫌いなわけじゃないよ。こういうのもたまには悪くない。そういうこと。でもちょっと気になることがあってさ。気になること？何かしら。つぐみの様子がちょっと変だったんだよね。メモ帳のことを聞いた時とか、瀬田さんたちが犯人じゃないかって話してた時とか。言われてみればそうかも。ランがそう思うってことは間違いないね。なんてったって私たち幼なじみですから。すごい説得力あるね。それじゃあ後で聞いてみよっか。確か地図だとこの辺りだったけど、カールさん、そっち見つかりましたか？ああ、見つけたと思う。地図に描かれていた通り、黒き翼を携えたジャック・オーランタンをね。あ、マジですか？ナイスです。アリサちゃんの笑顔が見られるならこのくらいなんてことないさ。あ、ははは、どうも。これで全部見つかったね。お宝って何なんだろう。気になるね、すぐ。そうだね、なんだろうね。はぐみはね、コロッケがいいな。みんなでコロッケパーティーしたい。それは素敵な宝物だね。私はねえ、すぐ、もしかしてさ。子猫ちゃんたちは内緒話かな。ああ、いえいえ、全然大したことじゃないので。怪盗ハロウィンの手下が持ってた地図を組み合わせてみたけど、次はどこに行けばいいのかな。地図上には4つの点がマークしてあるな。この4つの点が次の目的地とかか。はぐみ、この地図見たことある気がする。つぐはどう？どうだったかな。およ、これが駄菓子屋で、ここがたぬき屋で、あ、わかった。これ商店街の地図だよ。本当だ。だから見たことあったんだね。けど点が打ってあるところって特に何もなかったと思うけどな。それなら、あ、わかった。4つの点を結んだところがお宝の隠し場所ってことじゃね。ここは北沢精肉店だね。ってことはつまり、はぐみが怪盗ハロウィンなの？やっぱりそうじゃないかと思ってたんだ。違うよ。それじゃあつぐ、そろそろネタバラシしちゃいなよ。やっぱり気づかれてた。実はね、ってことで、実はこれ商店街のハロウィンを盛り上げようって企画だったんだ。この地図を北沢精肉店に持っていけばハロウィン限定クーポンがもらえるよ。
飲食系の店がイベントやるとは聞いてたけど、まさかこのことだったとはな。そうだったんだ。私全然気づかなかったよ。私もさ、サーヤちゃんたちはなかなかの女優だね。けど、どうしてハグミちゃんは知らなかったのかな。多分ハグミは隠し事とか苦手だから、ハグミのお父さんが黙ってたんだと思います。確かにハグミが知ってたら絶対顔に出ちゃうもんな。けどみんなで謎解きしてめっちゃ楽しかったね。私も。美咲のメモとかカオルさんのハンカチとか予想外のことがたくさんあったし、あれがなかったらもっと早く解決してたかも。でもあのおかげで私たちがこうして一堂に会し、謎に挑むことができたとも言えるんじゃないかな。ですね。そうだ、今からみんなでハロウィンパーティーしませんか。ちょっとした打ち上げみたいな感じで。賛成。そうだ、もちろんうちのお店でもクーポン使えるからね。チョコクロネたくさん買っちゃうかも。そうなの？美咲もとっても元気そうに見えるわ。いやいや、一時は目もなくしたかと思ったし、もうヘトヘトだよ。私もショッピングモールで遊ぶだけの予定だったのに、こんなことになるとは思わなかったし。はあ。あら？ひまりは元気がないみたいね。どうしたの？謎解きしようって言い出したのに、あんまり活躍できなかった気がして。そんなことないわ、ひまりのおかげでこんなに楽しいことができたんだもの。そうだよ、ひまりちゃんがジャックオーランタンの写真を SNS に上げてくれたからみんなで遊べたんだし。そうかな。 SNS でもちょっと話題になってるみたいだしね。商店街の人も喜んでるんじゃないかな。まあ、たまにはこういうのも悪くないかもね。私も結構楽しかったし。それじゃ、みんな集まってきたみたいだし、ここは上原さんが一言バシッと決めちゃえば。うん、よし、それならあの言葉しかないよね。